はい、皆さんこんにちは、ハイセス。本日はですね、月商1500万の、三石講師のですね、一日の過ごし方、こちらについてですね、対談でいろいろと、聞いてみたいと思います。稼ぐセラーさんのですね、一日の過ごし方って非常にね、気になると思うんですけども、いろいろと聞いてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はですね、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、三井さん、こんにちは。こんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、本日はですね、私自身もね、かなり興味があるんですけども、 eBay でですね、月商1500万売り上げるこの24歳の三井さんがですね、一日どのような過ごし方をして仕事をされているのか、こちらについてですね、ちょっといろいろインタビュー形式で聞いていきたいなというふうに思ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、よく聞かれる質問だと思うんですけども、三井さんはだいたい朝何時に起きて何時寝るんですか？朝ちょっと起きるの遅くて10時です。夜はだいたい寝るのが2時過ぎとかですかね。ちなみに三井さんは今現在24歳で独身ですか？独身、彼女なしでございます。彼女なしと。一人暮らしをされてるんですよね？あ、そうですね、一人暮らししてます。いや、もうそういうことであれば、もうご自身で何時に起きて何時に寝ても、まあ特に誰からもガヤガヤ言われることはないということですね？そうですね、もう本当に自由に、はい、過ごしてます。わかりました。それでいくと、10時に起きて夜の2時か3時に寝てるってことは、だいたい7時間から8時間の睡眠をとってらっしゃるということですね？そうですね、7時間は寝るようにしてますね。あ、重要ですね。じゃあまずこの朝起きて何されてるんですか？朝起きてですね、本当に僕は朝すごい短いタイプなんですけれども、歯磨いて、顔洗って、服着替えて、もうすぐ出勤してます。ご飯も食べないです、僕は。なるほど。朝は食べずに10時に起きたら、もう10時15分ぐらいには家を出てるか。そんな感じですか？あ、でもそうです。すごい早いです。はい。事務所に行かれるんですか？そうですね、事務所向かいますね。もう歩いて毎日出勤してます。歩いてどれくらいできるんですか？3キロなんですけど、大体30分ぐらいですかね。3キロってまあまあありますよね。じゃあそれはもう運動の一環で歩かれてるんですか？ああ、そうですね、運動しないとね、やっぱり体調良くならないと思ってるんで、ずっと歩くようにはしてますね。素晴らしいです。雨の日とかはどうするんですか？雨の日たまに電車乗ったりはしますけど、相当大雨じゃない限りは歩くことが多いですね。なるほど。10時45分とかそんな感じに事務所に着いたんですか？それぐらいには着いてます。そこから何時ぐらいまでその事務所にいられるんですか？日が変わるまではいますね。やっぱり1時ぐらいまではいるかなと思います。朝の1時ぐらいですか？そうですね。すごいですね。じゃあこれ時間に直すと多分14、15時間とかそういった感じになると思うんですけど。そうですね、やっぱ家を本当に寝に帰るっていうぐらいで、1日は大半は事務所で過ごしてます。なるほど、わかりました。実際に事務所に着いたらどんな作業からやられるんですか？仕事自体はですね、本当最初顧客対応から入りますね。やっぱり初めてね、夜メッセージ入ることが多いので、顧客対応から、はい、入ります。顧客対応もじゃあ自分でやられてるんですね？そうですね、今は自分でやってますね。顧客対応にじゃあどれくらいの時間かけられて、その後何をされてるんですか？顧客対応自体はやっぱり1時間とかすることはありますね。そこから仕入れに入ってます。1日大体何件ぐらい売れて何件ぐらい仕入れてるんですか？1日大体20件とかですね。それぐらい注文入ってますね。それも30分から1時間ぐらいかかりますね、仕入れには。仕入れは主にネットとかでやられてるんですか？そうですね、もう 100% ネット仕入れですね。次、お昼ってどうされてるんですか？お昼、ここ2、3ヶ月実はさつまいもにハマっておりまして、前日に炊飯器でさつまいもを炊いて毎日持って行ってます。自炊してるんですか？自炊してますね、はい。すごいですね、立派ですね。例えばよくあるあるの外のラーメン屋とか定食屋に食べに行ったりとか、コンビニ行ってちょっと何か買ったりとかっていうことはあんまりされてないんですか？お昼は少ないですね。やっぱさつまいも食べることが多いです。じゃあ飲み物とかどうするんですか？飲み物はですね、もう事務所の方にも水とコーヒーとかですね、もう常備してますので。お昼ご飯食べるときは何してるんですか？ YouTube 見ながらとか食べてますかね。何系の YouTube 見てたとか見るんですか？やっぱエンタメが多いですね。やっぱビジネスとエンタメ絡めたような、そういう動画を見て。あ、なるほどですね。いいです。お昼休憩はどれくらい取られてて、ご飯食べたら何してるんですか？魚巻きは本当に10分ぐらいで食べ終わるんですけど、そこはちょっと昼寝したりもしますね、たまに。それはベッドとかあるんですか？いや、ベッドじゃないです。もう椅子の上で寝てますね。やっぱベッドとかもね、寝すぎちゃうんで。
なるほど。じゃあ机の上でちょっとうつ伏せになってこう寝るみたいな感じですか。とかですね、まあ、この椅子がリクライニングできますので、あ、それでちょっと仮眠するみたいな感じですね。あ、そうです、そうです。そうするとね、すぐ10分とかで起きますので。僕とかやっぱりズームのねミーティングとか商談多いので、昼はがっつり食べちゃうと昼から本当に眠たくなるので、三井さん、うん、ご飯とか麺物とかも普通に食べたりとかしてるんですか。そうですね、食べますね。僕は会社は食べられないんですか。昼はちょっとあんま食べないようにしてますね。午後からが地獄のように眠たくなる夜とかぐらいにしてます、はい。じゃあですね、午後はまず何をされてるんですか。一発目とかはですね、配送会社さんに指示出しとかしてますね。その後は、その後はもうリサーチずっとやってますね。もう夕方までずっとやってるかなと思います。じゃあもうリサーチとその指示出しで、まあ午後例えば13時ぐらいから18時ぐらいまでとか、そういった感じでリサーチとかやってるんですか。そうですね、やってます。なるほど。またリサーチとかに関しては別の動画でも聞いてみたいですけども、あとはまあそのよく仕入れる仕入れ先とかっていうのはあるんですか。結構王道かもしれないですね。 Amazon だったりとか楽天からとか、そういうところから仕入れることが多いですね。そういうところでも十分それだけの売り上げが立てることができるんですね。はい、全然可能です。問屋とかの契約とかっていうのはされてるんですか。問屋も契約させてもらってますね。2社ほど契約してて2年ぐらいの付き合いがあるかなと思います。そこの問屋との付き合いがないと三井さんのほどの売り上げは立てられないのか、そんなことはないっていうのは どういう感じなんでしょうか。どれくらいその問屋さんから仕入れてるんでしょうか。契約させてもらってるだけで、その毎月とか仕入れてないですね。問屋さんとかがなくても全然売り上げが立つことができますので、そこは安心していただければなと思います。もちろん問屋があればより良いっていうだけで。わかりました。夜ご飯とかどうされてるんですか。夜ご飯はですね、今はサブスクのお弁当を契約させてもらってて、毎月届くという形で。あれね、僕も昔米軍基地で働いた時にですね、お昼ご飯だったんですけど、まあ確かに当時月額1万ぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、1回あたり430円ぐらいで、まあ、ご飯とおかずが毎日変わってくるってやつを僕も頼んでたんですけど、そういう系ですかね。あ、そうです、そうです、そうです。あれめちゃめちゃいいですよね。毎日日替わり献立変わりますし、まあ、栄養も結構いいかなと思うので、うん、独身の方とかだと逆に1人分作ったりとかする方が高くついたりとかするんで、430円でいろいろ食べるんだったらそっちの方が賢いかもしれないですね。そうですね、本当に栄養バランスもいいですし、健康のためかなと思います、はい。夜に飲みに行ったりとか、一人でハイボール飲みながら夜は仕事するとかはされないんですか。飲みながら仕事はしないですけど、たまにやっぱ、ね、週1回とかちょこちょこ飲みに行ったりしてますね。夜18時にご飯ぐらいですか。そうですね、はい。19時ぐらいからまあその残りの日が変わるぐらいまで何をされてるんですか。そこからは、まあ、リサーチする時もありますし、あとサッツ会員さん、eBay サポートのズームしたりだとか、夜作業されることが多いので、そこに対してサポートしていったりだとか、あと他の会社のお仕事もまだやったりとしてますので、他のお仕事の雑務とかもいろいろやったりしてますね。じゃあまあ夜はそういうコミュニティのズームコンサルだったりとか、個別コンサルとか、あとは eBay 以外の仕事もやってますので、なるほど。eBay の出品ってどうしてるんですか。リサーチもなんですけど、基本外注はいますので、そういうところに全部任してますね。はい。なるほど。じゃあ、三井さんご自身では出品はしない。出品はもう全くしないですね。なるほど。既存の商品の価格改定とか在庫管理とかっていうのは誰がやってるんですか。そういうのもやってますね。在庫管理も、はい、夜やることが多いです。それは三井さんがやられてるんですね。はい。わかりました。じゃあもう本当に朝の10時45分から日が変わって朝の1時ぐらいまではもうずっと事務所にこもって仕事をされているということです。そうですね、基本的には早いもうこもって仕事してますね。だから本当計算すると14時間から16時間労働やと思うんですけども、それだけ働くことによって、まあ、今の月利200万弱ぐらいというのはですね、達成できているということですね。そうですね、やっぱ良くも悪くも正社員とかやってないので、やっぱ8時間で仕事が終わるっていう感覚はやっぱないので、その分長く仕事はやってますね。なんとなくね、三井講師のですね一日の流れとかね、よく分かりました。結構長いなって思われる方も多いと思うんですけど、まあ三井さんも今実際まだ24歳ですし、奥様もいらっしゃらない、彼女さんもいらっしゃらないっていうですね、一人身の状況ですので、ぶっちゃけ仕事にフルコミットできる環境っていうのがあるということを考えるとですね、まあ私もね自分自身を思い返してみますと、28歳9歳ぐらいの時っていうのはもう本当に14時間15時間ぐらいね仕事してましたから、普通だなというふうにね、思います。ということでですね、本日この三井さんの一日の流れを聞いて、やはりですね月に1500万を売り上げるセラーさんが、まあ、どれだけ eBay の事業にかけているかっていうのをですね、お分かりになったと思います。明日の動画ではですね、三井さんのこの外注スタッフへの指示の仕方でというとか、業務内容についてもう少し対談で聞いてみたいなというふうに思います。
現在ですね、募集しております三石さんの eBay 販売サポートですけども、月末までですね、募集の方させてもらってますけども、まあ、多くのですね、方にもうすでにお申し込みをしていただいております。このようにですね、もうフルコミットで eBay イースをやっているこの三石さんから習えるこの eBay 販売サポート、本当にですね、貴重な機会だと思いますので、ぜひね、概要欄の方のですね、リンクの方からですね、無料面談の方も一度申し込んでみていただければなというふうに思います。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。